状態だから。知らんの？ふみひろです。ふみひろ知らん？嘘でしょ。初めまして。ふみひろ知らん？嘘でしょ。広角だけしたくないな。広角というか上げ知らんかったら覚えておいてください。お願いします。左、あの東のテク、西のフミヒロ知らん？フミヒロ弱い言うとったやん、関東言えよ。関東の鉄拳はね、でもインパクトある自己紹介って。インパクトある。恋のエクボ、え？エクボは恋の落とし穴。それ誰？フミヒロことフミヒロです。ありがとうございます。何を言うのこれ。ダーンは今ラショーですね。僕は BR ぐらいからずっとワン使ってやってますよ。自己紹介言わな。キャラ何使ってて、じゃキャラ何使ってて、団員はなんぼですって。はい、言え。最近 ABC 人全然いないですね。僕も行ってないですよ。まあ日清とか言うたらまあ来てくれます。今22歳です。横の怖いお方は日清さんですね。女性のタイプ、まあ、AKB で言うたらマユユで、ティアラで言うたらボラムスね。シェーとか岡森は全然やってないですね。僕も連絡取ってないし会ってもないですね。100円なんは夕方だけで、結構6時、7時ぐらいからやったら100円にくれに、店員さんに言うとやってもらいますよ。
片手で鉄拳は番長ぐらいしかできないんじゃないですかね。僕はできないですよ。まあでも銃弾とかやったらまあまあ安定で勝てるぐらいですね。得意な相手、僕はあんまいないですけど、タイプで言ったら結構攻めてくる相手にはまあまあワンとかやったらまあワンワンツーとかカウンター確認して出したりしてますね。銃弾にありがちなダメなところっすか、なんすかね。いやまあなんなんすかね、僕はちょっとあんま分からないですけど、勝てなんかしないけど勝ててるって感じですからね。下段とりあえず打っといて、下段打ってからのもうライトみたいな感じになるんですかね。何喋ってちょっと正直分かんないですから、まあ、コメントしてくれたら結構答えようとはしますけど、コメントお願いします。ワンと僕は右ですね。まあ、M スコ君とか見て結構ミゲルいいなと思ってミゲル使ってますよ。なんでワン、まあ初めてやった時におじいちゃん使ってみようと思って、そっからワンですね。話題広げてどう広げたいか分かんないですけど、僕今社会人ですよ一応。ミゲルについて、まあミゲルについて語ってください。まあ、最近はまあミゲル後ろ LK とかが、まあ、僕は結構対応してますね。結構あれカウンターからでもコンボとかいけたりするんで、まあ、カウンターで当たることあんまないと思うんですけど、そんな感じで結構あれプラ何倍だか結構多かったんで、まあ、そこから、まあ、別に構えこうせず逆ワンツーとかタッピングとか行ったりして結構攻め継続したりしますよ。ダーニは今はラショーですね。まあ早いとか赤だ戻れたらいいなって感じで、結構仕事も忙しいから鉄拳もできないんですけど、あ 4LK プラ8ですか、ありがとうございます。まあなんか調べたら結構そっから逆ワンツーとか避けられへんかったような気もするし、やってないと思う。構え構成でも結構強いんでね、ミゲル自体が。ニャニャさんは飲むおかげニャニャさんですかね。左、マドさんですよ。日清は放置されましたね、日清に。一人で頑張れみたいな感じで。大岡さん、じゃあまた今度マーチョーでもあったらやってください。まあミゲル僕は強いと思うんですけどね、まあ、ただ結構バック懐深いギャーとかバックダッシュとか、まあ、山瀬シグル相手には結構僕は困ったりしてますね。スタイル系とかはまあ強いと思うんですけど、
まあ、一応、まあ、あれと 3LK とかまあ中段やってもほとんど削って勝つ感じですかね僕は。でまあ相手我慢できず暴れたところスカガク取ってみたいな感じ一応やってますけど。見る構えそうですね、僕は、まあ、ちょくちょく使ったりしてますね。ミゲールの生ロは2両系ですね、はい。ミゲール、まあまあ構えはジャブジャブとかジャブキックとか、だから左パンチ右キックとか、まあ、あとは 1LK とかちゃいますかね、強い技だったら。あと膝と、帽子のブランドをこれよう分からん作業嫌で普通に買った2等ですよ。そんなだから980円とかしょうもないやつですよ。どう使い分けてる。そうなんですよ。入ろうか。あ、すいません。じゃあ、入ったわ。勝たれへん。勝たれへんわ。いや、ほんま勝たれへんねんけど。まあ、でも負けてる気もせえへんねんけど、マジで勝たれへん。まあ、ゲームが悪いっすよ。俺が悪いことはありえへんから。消去法で考えたらゲームが悪い。あと観音とかね、マジでそうっすね。いや、僕それぐらいプライド持ってるんで、やってないからというか、普通にまあ僕はそういうゲームやと思ってるんやけど、そうやね、まあもっと攻めなあかんねやろうけどね、三島戦待ちすぎないやろと思う。ああ、また台上がったやるわ。まあ、多分そのうち勝つと思うけど。で、ラースは絶対やらん。時間の無駄なんで。なんすか。誰と誰がやるのがええの、誰と誰がやるのがええの。なんかシモンがやるかやらんかね。誰と、シモンおんの、なんか勝たれへんわ。3年火力の際しか分からんけど、まあ待ちすぎなんやろね、もっと攻めなあかんねやろ。一生観音とか警戒しとったらマジ一生何もできない。日清アレサ対俺とかやってもしゃあないよ。シモンと俺か、シモン、シモン、シモン、じゃあシモン対俺やるわ。俺多分勝たれへんけど、
もう今来ましたね。下平八来る？切れてないっすよ。俺言うたら怒らんよ。僕言うたら怒らんっすよ。こいつ有利を楽しんだのに。組色に喋ってって言ってんけど喋ってくれんの。日清アリサ対マダさんもな。太蔵さんにやってみたいなみんな言ってんけど、太蔵さんが配信台でやりたくないとか、ちょっと叩いといて適当に。今日マコリュいないっすよ。しゃがったんな、まあ、大事だと思うけど歌えへんからな。太蔵さんとか一切歌えんの。まださ苦手な人が多いの。だからジョーとかティッシュモンとか見えたわほんまにマーさん多分苦手やと思う。何で笑うんこのキャラ。怖い怖い当たる当たるカメラちょっと飛んでくるから。藤沢座らすぐらいやったら垂れ流してる。言い過ぎ、怖すぎ。うわタックっぽいチェンジ覚えてきたこいつ。あったかくいこう。さすがの破体力。集中して試合見てるやん。解説とかできん。壁ペコスさんとか台どんぐらいなんやろ。誰か知ってる人おる。この組み合わせってどうしたの。アペコスさんマジなんすか。あざすこの組み合わせって何。勝ったまあそうです。大陣まで落ちてるって俺1個しか落ちてんの。まだどれこれでっけえよないな。これもう両方来た。あ、いくらだ。早い早い。花さん、鬼人から大臣落ちたの。天国大天国大シモンだよ、これ天国でもやっと動画内でできるやん。映りたい映りたいけど。うまい天国の話してた時にうまいうまい
いいでしょこれ、天国のやつ写真。ステーブ・ガンリュー、どうですかね。マダさんはガンリューあんまりやりたくないみたいけど、なんかブリさんがご了承してガンリューやれガンリューやれって。食べ込めるし変ちゃうかな。おっと、うまい、当たる当たる、うまいですね。マードックよりガンリューの方がいい、ね、いやこの色見てる。あーそうだよな。やめろ、マダさんガンリュー強いからな。しゃがむ、うわずっとやっとったし、当たるこいつ、減ってる減ってる、えあるつな当たる当たるねんけどな。天国対シモンやって勝った方が東京やな。おシックスからバックステップ弱体化したことをどう思う。ミシンがゴニョゴニョ喋るやつだ。ほんまになんかめっちゃゴニョゴニョ喋ってるわ。ゴニョゴニョしてる。そう、コメントを読んでるんですよ。コメントを読んで返してるだけ。いや、追えないっすよ。コメント追えないですか。結構いっぺんけど弱体化したんっていうレベルやけど、ザフィーナ下がるし、マックダッシュとかあんまいらんのじゃん。そんな下がってどうするんって感じやけどな。うん、守りきられんし。ジョーさんはマダさん応援したいって。あーもう使ったらこれすぐ入れられる。もうない。もうシモンは当たらない、思んないで。当たんない、当たんない。ってなさこれは東京で期待できるで。いけるじゃんか。ランミツは最強、全員近くで。ランミツ全員近くで。やばい、ことってない、ほんまに。日本代表やな、ランミツ。あれはなんか切れてんのに、なんか最近でもランミツもいいけど、エビちゃんいいなって。アスカと会うキャララースでしょ。ラースの相方探すゲームでしょ。天国さん今封じ上がってる、うん、天国さん封じ上がった。封じ邪魔やわ。ゆうゆうさんとやってる、初風神や言うて喜んでる。好きな AV 女優、好きな AV 女優か、あんま詳しくないねんな。リオかな、ゆずきティナやな。熟戦、熟戦ではないけど30代いいなって思うな。何の話やこれ。好きな AV 女優の話、好きな AV 女優の話。リオ安定ってか確定、リオ安定とか安定。ミヒロは世代じゃない、ミヒロは世代じゃない。オビタの良さについて、マッコはあの友達とこう観光みたいな感じで遊ぶだけで、あの歩くだけでいいよね、うん、あの何時代を感じる的な、歴史を感じる的な。オビタは及川奈緒も世代じゃないねんな。及
川奈緒もいいと思うけど、って感じ、って感じ。そう。この画像で、この馬の画像で抜けますか？抜けるはずない。天国すぎ。AKB では篠田麻里子確定。篠田麻里子最強。山本ダンス。いや、篠田麻里子最強すぎ。ジョーさんは山本。山本あずさ NMB のジョーさんは山本あずさ NMB の。俺は篠田麻里子確定。篠田麻里子にビンタされた。一番前田敦子がお金くれる。あの人中洲でキャバってたら誰誰がどっちがマジで山本さやか。あ、そう、山本さやか。山本さやか、あ、さやか篠田がマジで、あんなんキャバクラ出てきたらもうヤバいやろ。団員戦したよ。篠田麻里子がキャバクラ出てきたら団員戦確定やろ。天国と右上の天国さんどっちが可愛いですか？いや、それは本物でしょ。本物の天国の可愛さは異常でしょ。巻き場か天国かっていうぐらいやろ。あらあらあら、マジありすぎて怖い。篠田麻里子の代戦やったら負けるっていうか、もう殺されたい、殺されたい。普通に殺されたすぎ。枕営業何でもいいよ、可愛かったらもう。わかる、この落としなんて聞いたらもう可愛かったら何でもええよ、ほんま。大阪勢、福岡しか行かんやん。いつも福岡行ってるよ。必ず行ってるよ、福岡は。まったりさん好きやからな、みんな。ふざけんな。あ、もう1分が終わるから枠取りかな、多分してくれます。おい、この野郎やってないって。はいはいはい、整ってない。それは終わりやよ、お前。おい、サバイったよ。お疲れーっす。また後で喋れる人探しときますわ。はい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 。なんやねん、もう。じゃあもうマジ100人で180人いったら最高記録やねんけど、あと1人で180人で、時間切れちゃう。そう、でも止まってるで、大丈夫。ほら、やってるから。そう、映画止まってるで。次の枠取り、いや、もう終わった、配信終わった。店長ー、店長ー、お店長終わった、終わった。あと一人で新記録やったらしいけど、終わったらしい。新記録って何？180。新記録180。新記録誰やろ、300何人まで行くんだよ。いや、僕の新記録、面白いな。あこつ。マコツです。マコツ。
さ、3日ぐらい前にさ、チームにさ、マージャンやってさ、13万かかった。マジで。誰チーム？そう、誰？7スキロ。なんで7スキロ？なんで？なんで7スキロ？いや、多分メントおらかった。今日やろうよ。全にゃん終わった。次にするんだよ。開幕3万まで16万まで行ってもらえる。体の急速にやばすぎる。こういっちゃうよ。どこのですか？じゃあ、うまいな。まあ、前の方が大道勢。大道勢って誰？大道勢。太平洋ってあれじゃん。こんなパン、こんな天使だ。メロンパン、メロンパン、ビームパン。太平洋ってあの？あの、暴れん坊。暴れん坊。太平洋って暴れん坊？このゲーム勝たれへんよ。切れそう。もう大地くんの弟子とかもう訳分かれへんから。大地弟子とってんの？大地とか弱いのにあんなやつの師匠にしてもしゃあないよ。あれ、天天界ネズミ講みたいになってるから。大地の師匠上やから、その師匠の俺に。あいつの弟子に持った覚えもないけど。鳥さん喋りたくないって。暴れん坊を、こんばんは。出すか。オレンジ来いよ、暴れん坊。暴れん坊なんか名前変えるとか言ってたから。暴れん坊、俺が名前決めたろうが。やったことない、今まで。 DR も、6も、BR も、タッグも、ほんまにやったことない。名前はもう何でもいいわ。うん。ね。みんな太蔵さんの動画とか見たんやろうな。あ、久しぶりです。お久しぶり。あ、八兵衛さん、マジで。こんばんは、八兵衛さん来てる。おー、八兵衛さん。ジョーさんもいますよ、八兵衛さん。てか、動画流れてましたよ、今さっき、ラカンぐらいで。太蔵さん、やりたくないって。太蔵、太蔵、顔でっかいぞ。今どこおるんすか？鳥取。強いぞ、見たいぞ、僕太蔵。太蔵、太蔵、顔でっかいぞ。鳥取の八兵衛さん来ました。八兵衛さん、また一緒にサッカーやりましょうよ。おい八兵衛、マジどこの大会行ってもおる。はじめちゃん、次サッカーやるときはちゃんとボールに向かって走ってくださいね。任した。
娘さん。いや行ってないっすよ。二代目新五番。二代目新五番。この師匠ちゃん。違う違う、太蔵さんも録画台で対戦がしたくないって。しかも太蔵さんがこのカメラで顔映そうってなったらもうほんまに多分顔の半分以下しか映らへんから。購入者で9000枚出したんですよ。購入者のことなら何でも聞いてください。マコツ関東勢とか見てんのかな。この前エヴァで1500。前負けました。あ、鬼勝てないですね、多分。ケージってダメっすか。ケージは持ってるのかっすか。ケージかぬけ。鬼武者も吸い込みやばいっすね、結構。172おったのに91にしかない。91にしかない。一回番組消した。出した？さっき170人。ブリさん、さっき180人ぐらいまで来ました。でも今半分しかない。ケージも、まあ、今の ART 全部引きでしょ、ほんまに。まあ、設定良かったら引けるタイミングが多いだけで、引けんかったら絶対勝たれへんし。あれ、なんかジェイスでできてない。あれやばいっすね。精神とかどうでもいいやろ。新しすぎる。ルチャすぎる。鉄拳2は大壊しても良かろう。なんでずっと天国映ってんの。いや、これからこの方針で行くっていう話になって天国映す感じで。よかろう。ジャン・ジェイシー。ジェニーの時座るんだけど。シャレだ。シャレだすかす。もうガラフやらんの。ガラフのチャンスだけど。ジェイシーな。あ、一人入った。コミュニティ入った一人。ありがとう。ありがとう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おー、こいつ宮田やわ。宮田やわ。宮田が腹出しとった。腹出して見やがって、お前。腹出な。やった。みんな試合に集中してる感じ。うわー、こっちも交差点。はいはいはい、はい、当たらない。誰が当たんねん、全国で。次の東西戦って東京誰なの。ややこしいけど、分からんけど、なんか投げや投げや
しゃがんだというか。どこから見た。どうガードした。やばい、ジュニア楽しい。確かに顔1位にしてもさっきより日替わりの積もれず積もれず2回積もれず回避おーおーおお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 さえ弱いけど、まあ、逃げへんのは逃げへんだけやね。どうやるのなんか分からんけど、あのスティーブのアイテム技使って殺したらバグるみたいですね。てかバグるんやって。頭みたいな。みんなバリ試合に集中してるやん。ラスカよなんからな。見てておもろいのは関西。マジか。全員適当やろ。よくいなもらん。俺関西勢の鉄拳好きだから頑張ってほしい。ほんまに？ありがたいな。西以外頑張ってほしい。ウリさんとか見た目もいいからな。シボン君とか人気あるよね、関西の。でもそういう意味じゃごめんって。逆に俺関東の鉄拳見てて好きやけど、ロビとか。え、そうなの。キングアブケじゃないんだ。おお、落ちました落ちました。あれでおもてなし、はい、懐かしい。はい。関西ではその下げるときなのかな。関西の敵は楽しい。第一戦に持に枯れないのに逃げなく行ってくる人の対処法とかありますか。お金貸してでいいんちゃう。やる前に枯れないんで何本までですって言って、まあ、じゃあ金貸そうかって言ってきたら、もう借りてやったりする。別に逃げへんで、まあ、ゲットったりする。逃げへんから貸して。東西戦では誰と戦いたいですか。誰でもいいかな、別に。ノビ以外かな、勝てる気せんから。しっかりしてる。そんなん言われたらニコニコ倍ぐらいやけどな。どういうこと。あ、出てきた、あ、出てきた、あ、出てきた、新しい。関西の鉄拳な、みんな攻めるからな、違いみたいに。痛めいいよね、みんな攻めるから。楽しくやってるわ。ミスるミスる、はいはい。ラグリーラグリーでした。天国でやらします。
まだ帰ってる。あれ、甘木キングじゃないじゃん。せえ。キング甘木みたいな。前モニターで日清さんのラーシーで 6LK ダブルダブル P のナデシカしてんか間違いない。ナデシカせんもラースとか分からんわ。ラースも俺が使って弱いわ。俺のラース対ラースは相手のラース有利。タクで結局チェーンでしたら当たった。そう思えよ。うるさいね、お前に大関係ないやろ、お前パス。どちらかというとワンピーの野郎が得意じゃん。やばい、ハイファンでやりすぎてあんな癖が。早いな。分かんない、それやってまうよ。好きなアニメ教えてください。何やろ好きなアニメ。スラムダンク、ドラゴンボール、カイジ、高木。カイジと高木バリおもろい。どうぞ。やった。ほんまに気持ち悪い。ちょ、ひねえ。いやや。カイジより赤木の方がかっこよくないですか。いや、なんかカイジはほら、絶望スタートみたいな。ほんまに赤木はほら、天才、開幕天才がこう闇の世界で頑張っていくみたいな。けどカイジはほんまにクズがこう闇の世界で頑張っていくみたいな。そこの違いで、相性楽しい見方が変わると思うけどな。銀と金おもろいな。おもろいけどちょっと大人が話しすぎるな。もうちょっと読みやすいのがいいねんな。子供っぽい、ちょっと子供テイストが入ってるような、なんていうんやろ、ちょっと読みやすい漫画好きですよね。あ、でも銀と金も思うな。あれまあスイープでここでやるじゃん。ガンリの左キック、右キックとかでバーン、バーンってめっちゃやってる。あ、やってる。あんまり三角コアのせい。しかも、俺結構前回の赤字の時にやられてる時に。あ、嘘食いか。陣内さんの家で読んだわ。面白い。楽しい。なんか首吊る試合のとことか好き。ちょっとジャブ打っただけで首吊る。なんか何やったっけな、ちょっとハンドマンやったこれも。ゲームしたい。マシズとの戦い終わらすように雲とに行ってください。長すぎ、あれマジでブチ切れそうやわ。さすがに右上が天国さん。そう、あの夏の天国、人参もらって喜んだ時の天国さんってマダさんが言ってたな。こういうコーナーできるんですか。はい、あーもう置いてくるやつ。天国今ヨスリンと内戦やってますわ。ハン選手
ステブ 6WK 強くないですか。ステブ 6WK って女の子。おお。あ、ダブル P やったの。ダブル P。コーン、コーン、三発になっちゃった。あれ強いな。あれ強いってブリさんも言ってた。でもスティーブで一番強いことはやっぱ 2RP や。ヨスリンの彼女って誰だっけ。ユウユウさん、もモユリンさん、呼ぶモユリンさん。レバーとかで左右されるキャラはやらん言ってましたよ、ね、昔。ステブジン。ステブジンか。ステブジンとか見たいですか。だからキャラコロコロ変えるモチベーションもないと思うけどな。関西が上に来ないのは寂しい。麦屋の大会とかもほんまに関西一致団結して組まへんし、麦屋は。まあ、でもマスターカップってあれやんか、あの前ペコスさんとこが優勝したの大会でしょ。あれ決勝見てなかったんだ。見たよかったわ、あんなおもろい内容やったの。すごかったらしいですね。おお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 お
180いった。関西って関東よりまとまりがないってこと？逆やろ。間違いない。まとまりないっすね、うん、今徐々にまさかりさんが動画上げてますよ、こういうゲームやから見ときますわ。あざす、ありがとうございます。来たとかオレンジって出ないっすよ。来たことあるんかな。ツイッターとかで宣伝しないんですか。まださんがしてるみたいですけどね。俺友達少ないからさ。まださん友達少ないよ。まださん180に行ったで。おお。もうやりきった。いいね、年に行った方がいい。あー、荒ぶってんな、お前。相変わらず荒ぶってるわ。中段として当たるか。これ入らんの。うーん、さあ、首折れた。ラースみんな簡単言うけど難しいですよ。首折れた。難しいな、ラース意外と。擦ってるだけじゃ当てんすね。うん、当たれんな。関西本当応援してますよ。あざーす。適当に細々と頑張ります。こうやってオレンジの配信もしていくみたいなんでね、知らんけど。僕あんま来てないし、うん、ブリさんとか毎回来てるみたいだし、みんなブリさんの対戦動画とか見てモチベ上げていったらいいと思いますよ。うん、あと1分やん。またこれ枠取りし、枠取りってやつしなかんのかな。うん、誰読みます、次喋る。で、関西鉄拳が盛り上がるのに期待、あんまり期待しとってもな。やってくれるんかね。マーさんがやらな、多分みんなやらんと思うねんな。マジか。誰に憧れてんねやろ。憧れる人合ってるかな。関東とかに憧れてる方がいいと思うけど。あ、もうバイバイや。40秒。またね。またね。お疲れっす。お疲れさん。2代目メンストリューさんに憧れてる。もうやってない、もうやってない。お疲れです。店長、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 